お姉ちゃんを信じる皆様におかれましては、ますますご流星のこととお喜び申し上げます。皆様はガルパン劇場版をご覧になりましたか女児のみんなには生まれる前の話かもしれません。ここは旧和岡小学校。劇中に登場した避難地です。第一から第三校舎に分かれています。ホラーゲーに出てきそうなシンプル構造ですね。お姉ちゃんでも迷わずに住む、と信じたいです。 ここは第一校舎の一部屋目。第一校舎は一年教室、二三年教室があったそうです。時間割がひらがななので一年教室でしょうか。平行時の一年生は多分8人です。机が多いですね。これはラジオみたいな何かとコピー機みたいな何かです。老人会なら使い方がわかるのでしょうか。ここは二三年教室と思われるところです。 さっきより新しい机です。平行時の生徒は多分10人です。これは炭素ですかこれがアナログ版でしょうか第3校舎のカフェレストランはお休みでした。平行時は4、5年教室、6年教室があったそうです。いつも正しく右側歩行して第2校舎に移動します。右ってどっちですか行動に入りました。ここで決起集会をしましょう。 隣には音楽室があります。この校舎は多くの撮影に使われているらしく、どこまでが当時のものでどこまでが後から持ち込まれたものかわかりません。立ち入り禁止はカフェレストランの他に職員室と、付随する放送室、校長室でした。外には図書室もありますが入れません。電車があるので都民でも小学校には到達可能です。 駅前の福祉会館でレンタサイクルがあるという情報もあるので、確認してみてください。さて大洗いに帰ってきて今回目指すのはココスです。いつもの村井さんから、ダー様の旅館を抜けて進みます。茨城には東京茨城空港があるので、九州からでもじゃんじゃん行きましょう。北海道からは船旅もできます。行くのが面倒な人はふるさと納税を使いましょう。でもジョジって納税してるのかな ここは戦車に占領されたココス。お姉ちゃんだら、ココスはココス。って、言うんだろうな。ココス道は隅に追いやられていました。チョビが待っていてくれます。かなにはお金がないので危うく、こう、と言いそうになりましたが、マイタケちゃんの前なので見えを張りました。最後はいつもの鳥居です。お姉ちゃんの健康を願って、お疲れ様でした。 若干うなだれたひまわり畑に来ました。ところでひよちゃんはひまわり畑の印象が強いのですが好きな花なんですかえ、別に気に入られようとしていませんが有識者お願いします。それではまたどこかで。